ジョージ・レインジ・ケリーは1910年代から1920年代に活躍したアメリカメジャーリーグの選手。主なポジションは一塁手。カリフォルニア州サンフランシスコ生まれ。右投げ右打ち。ニックネームはハイポーコッツ。勝負強い打撃と巧みな守備で1920年代のジャイアンツのリーグ4連覇を支えた。1915年に19歳でジャイアンツからメジャーデビュー。最初はレギュラーに定着できず5年ほどマイナーリーグと行き来していた。6フィート4インチと長身ながら内野をどこでもこなすほど守備は巧みで、1917年には1試合だけ救援投手として使われ、勝ち星を収めたこともあった。その後1920年に94打点を挙げて、ジャイアンツの一塁レギュラーに定着。一塁での巧みなグラブさばきから、ハイポケットのニックネームがついた。ジャイアンツは1921年から1924年までリーグを4連覇する。ケリーは、この間、1921年に最多本塁打、1921年から1924年まで4年連続100打点を挙げる。特に1924年は136打点をマークし2度目の打点王となった。また、6試合連続本塁打を放ったことがある。これは当時メジャーリーグ記録であった。打率も1921年から1926年まで3割を維持し続けていた。当時のジャイアンツの監督だったジョン・マグローに他の誰よりも重要なヒットを放つと言わしめるほど攻撃において勝負強さを発揮した。1927年、エド・ローシュとの交換金銭トレードでレッズに移籍。1929年には103打点を挙げて健在ぶりを示す。その後、カブス、ドジャースとチームを渡り歩き、1932年に現役を引退した。1973年にベテランズ委員会がアメリカ野球殿堂入り選手に選出。1984年に89歳でカリフォルニア州バーリンガムで死去した。ありがとうございます。